じゃあ本日は洋芝調整師の岩尾智美さんにお話を伺いたいと思います。そして今日は、リライズの編集員の方はですね、池松と口の2名でお話を伺いと思っています。智美さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。岩尾です。はい、じゃあまずですね、智美さん、洋芝調整師ということなんですが、どのようなお仕事をされているのか、簡単に伺ってもよろしいですか。はい、洋芝調整師ってね、一見、何のことやらわからないという感じかと思うんですけれども、洋芝調整っていうものが、意識と無意識に橋を架けるというか、統合するようなそういう調整法なんですね。で、体と心を整えることで、現実がうまく進むようになったり、人間関係がね、うまくいったり、体調が改善したりとか、そういうような、一種の、療法なんですけれども、それをこうお仕事にして、その技術をお伝えしたりとか、やっております。ありがとうございます。もう先ほどもね、洋芝調整やるとそんなに智美さんみたいに美しくなるんですかっていうね、もうギラギラしながら思わず聞いてしまったんですが、もう今日はその話を楽しみに、しております。よろしくお願いいたします。じゃあ一つ目の質問ですね。智美さん、今どのような夢やビジョンをお持ちですか。お聞かせください。そうですね、夢やビジョンということで、この洋芝調整のお仕事をして、10年ぐらい経つんですけれども、この調整はですね、本来の自分の力に気づくというような、ものなんですね。社会っていうのは意識的な世界、よく言われている数パーセントのね、顕在意識の領域で成立しているんですけども、それをこう支えている、潜在的な世界ですね、無意識のこう領域っていうものを活性化する、それが、自分自身の、現実的な意図とこう合致するとですね、そうすると想定以上の、自分の潜在している力が引き出されて、いろいろな課題や、問題もクリアになって、うまくいくようになっていくんですね。なので、私たちが本来そういう力を持ってるっていうことに気づかせるような技術なんですけれども、そういったところで、今のコロナ禍においてね、社会状況が非常に不安定な中で、仕事がなかなかこううまくできないとか、家族の関係とかね、人間関係がなかなか改善しないっていうようなところで、どうしても何かにすがったりとか、あるいはその権威のある、ものを授かろうとしたり、自分にね、そういったものを身につけようとしたり、そういうようなこう、条件においてこう自分を評価したり、人を評価したりっていうところで、そうするとどんどん本来の自分と離れていくんですよね。分離していくような感じ。それをこう統合することで、本当はこう自分自身がこう自分を良くする、健康にする力もあるし、思いをね、きちんと作れば、体も動くし、元気になるし、望みが叶うようになってくるっていうようなね、そういうことをこう伝えて、あなたがね、あなた自身がすごいんだよっていうのを、伝えていきたいなっていうふうに思ってますよね。ありがとうございます。なんか今、
こうすごい伺っていて、やっぱりこう今日本人って、私もそうだったんですが、自己肯定感が異様に低いんですよね、うん、なんかそういうのもあるし、なんか自信がなかったりっていう人が多いと思うので、その本当はすごいんだよっていうメッセージとか、本当の力に気づかせる技術っていうところが、うん、なんかすごい聞いててすごいワクワクしました。はい、なんかすっごく全部が整うことによって自分のね可能性がどんどん開いていくのかなというふうに伺いました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ大丈夫ですかね。じゃあ次の2つ目の質問行かせていただいても大丈夫ですか。はい、どうぞどうぞ。はい。じゃあですね、そうですね。今その夢ビジョン、本来の、ね、力に皆さんが気づいていて、自分自身で健康にもなるし、思いをきちんと作ったら体も起こし、その人の夢も叶う、そういった人たちをどんどん増やしていきたいということだったんですが、それを具現化するためにどのような目標や計画を立てていらっしゃいますか。そうですね、うんうん、はい、まあ、目標や計画というところなんですけれども、はい、まあそもそもね、人をそうしたいという前に自分自身がそうなってる必要性があるわけですよね。はい、うんうん、なるほど、うんうん、自分がまだまだそのこう社会性に、はい、翻弄されているところがあるとか、うん、まあ、どうしてもこう、ね、社会に対して、評価されたいばかりにね、自分自身をこう裁いてしまうっていうところをこう気づいていって、やっぱり、はい、うんうん、まあ、日々調整していくわけなんですけども、うん、まあ、先ほどね、リエさんがおっしゃった通り、まあ、日本人は自己肯定感が低いんですけれども、自殺も高いですしね、はい、うん、実際私も社会でお仕事をしているとき、うつ病になったりとか、はい、苦しんだ時期がありましたので、はい、うん、まあ、なので目標というよりは量子場調整の方法っていうのは目標設定というよりはビジョンっていう感じなんですね。はい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 、うん、目標というのはこう顕在意識において設定をして、そこにある種の努力っていうか意識的な行動であるとか努力において近づいていくっていうような、ところなんですけれども、はい、まあ、いわゆるその引き寄せの法則と言われているように、はい、なんというか男性的に目標を立ててそこに向かっていくっていうような、そういうこうイメージをお持ちかと思うんですけども、はい、量子の世界においては自分自身をその領域に高めるっていうような、そんなイメージなんですね。うん、うんうんうんなので顕在意識でこう頑張ってそこにこうゴールに向かうというよりは、そうしてしまうとやはり自分を深いところで認められなかったりとか、はい、うん、固定できない要素っていうのが出てきてしまいますよね、うんうんうん、ダメだからやるみたいな。そう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 、うん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 、そうですよね。うんうんうん、まあ、前提がダメだからっていう感じだと、やはりこうダメっていうその前提意識状態に引き戻してしまうんですね。そこからのその解放っていうのが、まあ、うんうん、根本的なところで、あ、なるほど、うんうんうん、まあ、なのでその自分自身が、まあ、そういった目標に至らなくても、まあ、無条件にですね、自分のことをその肯定できる、時にですね、意識と無意識っていうものがよりこう近くなって、されていって、まあ、気がつくとですね、こう放った意図っていうのが無意識っていうのは集合的につながってますのでね、集合無意識って言われてますよね、はい、まあ、それがこう集合的な世界にちょうど池にね、小石を投げ入れると波紋ができて広がるようにね、はい、そんな感じで自分の意図が集合意識に広がっていって、うん、そして自然とこう、現実として帰ってくる、
ちょうどブーメランを投げると、うん、こうしばらくぼーっとねしていてもなんかこうねいつの間にかパシッとこう返ってくるような感じでね、うん、まあそんな感じで優しい療法っていうか一般的な目標設定とはこう違うんですけどもね、まあなのでまあそれなりのビジョンっていうのは抱いてるんですけども、まあ、さっきも言ったようなそういう人を、はい、まあ、目覚める人を、はい、が増えていってほしいなっていうね、はい、うんうん、ところで実際時代的にもねまあ、風の時代に入ったとか、はい、より物理的なところ物質的なところに、はいはい、その執着したりとかそこにこだわるよりはですね、はい、もっともっといろいろな情報とか心地よいものをシェアしていこうみたいなそういうのになってますし、はい、精神世界のね、はい、そういうニーズも高まっていますし、はい、そういうふうに近づいているのかなという感じはまあしますけどもね。なるほどなるほど。もうちょっとやばい、これ一生聞いていたいぐらい面白く私はなってきたので、ちょっと次の質問に行かせてもらいますね。もうこの2番でもうずっともう聞いていたいぐらいになっちゃうんで、ちょっと次の質問に行きます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあその目標計画に対してですね、どのような活動指針を持って、まあ、どんな基本活動をしていますかってことなんですけど、大切にされていることとか教えていただけたら嬉しいです。あ、そうですよね、はい、うん、大切にしていることは、まあ、やっぱり、無意識を扱っている、まあ、仕事なので、はい、無意識っていうのは嘘がつけないっていうかごまかしができないんですね。自らが気づいてないような潜在的に抱えているものも現れてしまうっていうか、よくその人にね投影して、うん、ある人にね嫌悪感を抱いたりするのもそれも自分の中に持ってるものだったりとかって、うん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 、まあ、他人は鏡なんていうふうに言われてますけれども、はい、うん、やっぱりこう外側に反映している世界っていうのが、まあ、マトリックスの世界なんて言われてますけども、それはもう明らかに自分の無意識が反映されたものでもあるので、なのでやっぱりこう自分自身を磨いていくっていうことですよね、うん、まあ磨くっていうのはいろいろなその自分の癖ですね、はい、うんうん、観念とかね、いろいろな、まあ、トラウマとかね、まあ、そういうようなものっていうのをこう調整していく中で、どんどんとこう自由にこう解放されていき、まあ、そして、ね、類は友を呼ぶ世界でもあるので、はい、まあ、うん、集合意識は似た者同士が、ね、集まる世界なので、はい、うん、なのでやっぱり周りに伝播していくっていうかね、うん、まあ、そんな感じで地味な活動ですね。地味な、いやいやいや、いやもうでも先ほどね2番のところでもね、初めからもうまずは自分がそうなってる必要があるっておっしゃられていた、そのあり方姿勢態度っていうのはね常にともみさんの中にはあるんだなっていうふうにすごく感じました、今の話も聞いてても。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次の質問ですが、今ねその留置場調整師としてそういうふうに、まあ、意識をねこうステージが上がってそんな、方々をどんどん増やしたいっていうことなんですが、その夢やビジョンを、ね、持ったきっかけは何ですか？その子にはどんな発見や出会いがあったか教えていただけますか？はい、はい、そうですね、まあ、はい、私がこの療法に出会ったのは、まあ、いろいろなこういう世界に入る人ほとんどそうかと思うんですけども、やっぱりこう人生の中で困難な出来事に直面した時ですよね。はい、うんうん、まあ、先ほどもちらっと言ったように、まあ、社会でお仕事をしている時に、まあ、ちょっとうつ病になったりとか、はい、してですね、うん、まあ、そこで、まあ、改めて、仕事をすることの意味とかね、うん、ことの意味っていうのを、まあ、根本的に考えていったんですけども、
まあ、もともとそういう下地があってですね、まあ、そうですね、思春期の頃からね、なんで人は生きてるんだろうとか、生きるってどういうことだろうとか、何を目的として、ね、このレールを歩んでいったらいいんだろうみたいにこう考えてしまう癖があったんですね。本質的ですよね、若い頃から。まあネクラだったんですね。そんなことないです。資料深いなんか方だったんだなってお伺いしてて思いました。まあ、反抗心がこう強いんで、ね、これが当たり前だからこれやりなさいとかってね、言うのにね、まあ、受け入れられないっていうかね、まあ、そんな感じで、高校も中退したりして、レールから外れたんですね、自らの意識でね、で演劇の世界とかちょっと入ったりしたんですけども、もうムクムクとこの世界を知りたいとかね、本質、生きるって何だろうってやっぱりそういう問いが出てきてしまうので、なので改めてその大研取って大学に行ってですね、で、まあ、哲学なんかを学んでいく中でですね、いろいろな自分の知的好奇心っていうのをね、はい、見出していったんですけども、その時の自分と今の自分って全くその矛盾がなくてですね、そうなんですよ、人間とは何かとか、その何のために生きてるんだろうっていうようなその問いが本当にこう量子場調整っていうところに結びついたっていうか、そうなんですよね、特にこう矛盾がないっていう、ところで、ほとんど の私たちっていうのはもう生まれた時からやっぱりね、この社会で生まれてきて親に認められるためにとかね、いいことして評価されるとメリットも大きいし愛情をもらえるし、まあ、こうあるべきだっていうようないろんなその価値観に縛られて生きていくんですけども、やっぱりそこから自由になりたかったっていうとこですね、まあなので社会に不適合っていうか、不適合、いや、なんかでもそこのね、なんかこう自分の軸をなんて言うんだろう、どうしても合わせてしまうしか、それを我慢してしか生きられない人たちがすごく多い中で、だからともみさんはそこに合わせるのではなく、自分のやっぱりこうなんていうか軸を持って生き続けた中に、その量子場調整っていうところがもう本当に矛盾なく、その人間とは何かの答えも見つかったっていう感じなんですかね、そこは。そうですね、はい、なんかその道を歩むことができた、それってなかなかできないと思うんですけど、それはなんでだっていうふうに感じたりしてらっしゃいますか？高校普通やめれないっすよ。いや、すごい、その上やめたけど大学にまたね、なんかそのご自身の力で入られたっていうところとかが、もう本当に軸を持たれてる方だなって私は感じてるんですけど、はい。もし話せる範囲で、全然話せなかったら大丈夫ですけど、はい、高校をよくやめられたなみたいな。いや、その軸をね、ぶらさず、ご自身の軸をぶらさず歩まれてきたその背景とか、もしあったら教えていただきたい。そうですね、はい、これはですね、やっぱり根本的に楽天的なんだと思いますよ。本当ですか？そうそうそう、意外にそういうのってね、人生を大きく左右しますよね。そうですね。そこはなんか、まあ、資質っていうか、まあ、親とか環境に感謝っていう感じなんですけども、全然別にね、恵まれた幼少時代とかじゃなかったんですけども、まあ、ちょっとうちの父親が勘違いなお父さんっていうか、なんか
俺はすごいんだ、特別なんだみたいな、そんなところがあったので、はい、なんかまあ大丈夫だろう、私は特別な子だし大丈夫だろうみたいな、なんかまあそういうその勘違いというかね、はい、ポジティブな思い込みっていうものがこう後押ししたっていうか、素敵なお父さんですね。そうですね、まあ、どうかっていうところはありますけれども、まあそれも前提意識っていうかね、ところと関わってくるかと思うんですけれどもね。でもなんかその今の社会にとってはその楽天的なところがないと、なんかいろんなこれからね、なんか全然いろんなそのコロナもあるしの中でチャレンジもできないような状態では、もう楽天的じゃないと結構何でもできないですよね。だからすごく重要だなというふうに思いましたね。はい、いろんなね同調圧力とかね、はい、ありますしね、正しさとかね、あなたにとってどうなのっていうよりは人と一緒でなければっていうところが求め、ますます求められてきますよね今ね。ね、はい、リスクしないととかね、はい、はい、まあ、そんなとこですよね。はい、すいません、ありがとうございます。もうなんか楽しすぎて本当に私ずっと話していたいぐらいなんですけれども、なんかそろそろお時間なみたいなので、じゃあ最後にですね、ぜひ視聴者の方々にメッセージありましたらお願いいたします。はい、はい、今日はねちょっと抽象的な話だったかもしれませんけれども、はい、まあでも無意識っていうのはですね、意識していなくても勝手に動いているね、お水を飲もうとすると勝手にこうやって運んでくれて、ね、勝手にこう消化して吸収して排泄するっていうこと、それが無意識ですよね、本来そういう力が誰しも持っているのに、でも病気になっちゃったり、ね、あるいは現実がうまくいかなくなったりしまうと自分自身すら信頼できない、それがこうしたいという意識とそれを現実にしてくれるその無意識が遠く離れてしまってるっていうところ、それをですね、その統合するというか取り戻すことによって、ね、いろいろな薬とか、まあ、いろんな、まあ、宗教とかですね、いろいろなヒーラーさんとかに依存しなくてもですね、自分って本当にすごいんだね、親からもらった、ね、この体で、私は、ね、この世界を生きていくんだっていうような、まあ、そんなこう実感を抱ける、技術、だと思いますので、まあね、気になりましたらぜひ、お近くの漁師橋全国にいますのでね、一度受けてみるなり、あるいは本をですね読んで見てくださいってとこですね。すいません、宣伝になっちゃいました。全然大丈夫です。はい、どうも今日はありがとうございます。今日はですね、漁師場調整師の岩尾智美さんにお話を伺いました。素敵なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。